何何？マロニエールがガイドする秋の日光紅葉ツアー。そう、私たちがバスガイドになってファンの人たちとツアーをする企画なの。メリー、バスガイドさんの制服も着れるんですよ。楽しみ。私も一度着てみたかったな。女子なら一度は憧れるよね。ですね。制服にときめくのもいいけどね。バスガイドさんの仕事は大変なのよ。はい、これ借りてきたガイドブック。観光地の知識は事前に覚えておかないといけないし、それに接客マナーや話し方の訓練もしなきゃ。そこまではできて当然。加えていかにユーモアあるトークができるかが重要なのよ。やけに詳しいですね。中学の頃ちょっとだけ乗りたかったのよ。ちょっとだけよ。へへん、一番憧れてたのはウリちゃんだったか。とにかくツアーは来週に迫ってるわ。しっかり準備するわよ。へえ、中禅寺湖は日本で25番目の面積を持つのね。男体山の標高は2486メートル。2486メートル。はい、提案があります。分担しよう。それだ。じゃあこんな感じに分担しない？私は暗記が得意だから観光地の知識を覚えるわ。で、ののかはユーモアあるご当地面白トークを担当。だじゃ。そしてまなみはバスの中でやるゲームを考えて。了解です。今日は私たちマロニエールが皆様をご案内いたします。いたします。栃木が誇る日光の紅葉をどうぞお楽しみください。動いてる車内で後ろ向いて喋るって結構しんどいですね。酔いそうです。酔い止めは飲んできたんでしょ？はい。ならきっと大丈夫だよ。私は全然車酔いしないタイプだから、いざという時は任せて。もう間もなく入るのがいろは坂。日光市街と奥日光を結ぶ全長 15.8km の山岳道路です。下り専用の第一いろは坂、上り専用の第二いろは坂に分かれており、合計すると48箇所もの急カーブがあります。車酔いしやすい人にとっては地獄の坂なのよね。私も一応酔い止め飲んできたけど大丈夫かしら。さあ、看板が見えてきました。第一カーブ、い容赦ないヘアピンカーブ。スピードは出てないとはいえ、これが何度も続くとなると。え、いろは坂では野生のニホンザルが姿を現すことも、もし見かけても餌をあげないように。やばい、きつくなってきたわ。これ以上喋ると危険。ここは一旦マナミに代わってもらって。マナミ、こうなったらののかに任せるしか。少し酔っちゃった、トークお願いできる？オッケー。イエーイ、皆さん乗ってますか？酔ってますか？ここからは私がとっておきのご当地面白トークをお聞かせしちゃいます。せっかくなのでこのいろは坂にまつわるお話を。よかった、助かったわ。とある日の深夜、奥日光にドライブに来た青年たちがいました。いろは坂に差し掛かると、こんな時間に一人手ぶらで歩く老人が。青年たちは気になったものの通り過ぎたのです。しばらく走り、休憩のため展望台駐車場に車を止めると、なんとさっきの老人が先に来ていたのです。面白い話じゃなくて怖い話よ、ののか。怖い話は面白いよ。それにこんなのはまだまだ序の口だって。まさか仕込んできた話って全部ホラー？大変です。お客さんも車酔いと恐怖で満載です。いろは坂にちなんで48個怖い話を覚えてきたんだ。それじゃあ階段ツアーですよ。ねえねえ、今度はマロニエルと行く鬼怒川
川温泉廃墟ツアーとかどうかな。マニアックすぎるわよ。宇都宮餃子食べ歩きツアーがいいです。3食おやつ全部餃子。それもちょっと。次回のボイスコミックもよろしくね。